グレネーダーは月刊少年エースに連載されていた海瀬セ・ソスケの漫画作品。単行本は全7巻。また、それを原作としたテレビアニメ。この物語は西部劇をベースにした戦国時代風異世界の物語である。科学技術が異常発達し、バズーカやミサイル、ロケットランチャー、巨大ロボットなどといった近代兵器が 数多く登場する世界において、主人公の天と竜主祭は、散髪式リボルバーだけで戦っている。竜主祭は敵に敵図を追わせるも、敵の戦維喪失と和解を目的としているため、急所は必ず外しており、敵を死に至らしめるような描写はされていない。ただし、竜主祭以外の登場人物で、もう一人の主人公である虎、島矢次郎や、高東家、道家氏などといったキャラが、 物語の進行で直接手を下す場合がある。テレビアニメ版は原作から大幅にアレンジされている。自分の故郷を目指して旅をしているガンマン、テント流主祭はその過程で出会った侍の虎、島や次郎、風船使いの紅れないみかんと共に襲い来る苦難を乗り越えていく。そんなある日、中央テントの天使から流主祭に対して賞金首がかけられる。 そしてさらに道家師の四角や重天日からに命を狙われた龍主祭は天使の真意を聞くために中央テントを目指す。アニメ版では数人しか登場しない。以下は原作のみ登場。角川書店より発売。グレネーダー微笑みの戦士のタイトルで2004年10月14日から2005年1月13日までワウワウにて放送された。また、 2005年1月からは地上波でも放送された。前12話、ワウワウ版と地上波版ではオープニングやエンディングが異なる。漫画版とは世界観や登場人物こそ同じだが、連載途中にアニメ化され一足先に完結したため、各設定が大幅に変更されている。特に流主催の性格は大幅に異なり、言葉遣いも穏やかなものとなった。 設定が大幅に変更されているため、アニメオリジナルの人物やアニメ未登場の人物、原作では死んだのに、アニメでは生きている人物や、その逆となった人物が非常に多い。DVD の映像特典には、本編の裏側における他の人物の様子を見ることができる。一方その頃劇場が収録されている。ワウワウでは、放送開始前の2004年10月7日に、 グレネーダー微笑みの戦士直前スペシャルが放送された。テレビ放送と同時期の2004年10月8日に、グレネーダー微笑みのネットラジオ高橋美香子と中井和也のご一緒しませんかのタイトルで公式サイトにて放送開始。毎週金曜日更新で計15回放送された。ワウワン放送終了と同時期に一旦終了したが、地上波放送開始に合わせて、 リターンズとして復活。不定期更新で計12回放送された。さらに公開録音が決定したため、マンモスとして復活。公開録音告知と公開録音の計2回放送。ちなみに、ご一緒しませんかは1回から7回までが、グレネーダー微笑みの戦士 DVD 一巻初回限定版特典 CD として8回と9回は、 グレネーダー微笑みの戦士ドラマ CD1 一方あの頃劇場ターゲット1に10回から12回まではグレネーダー微笑みの戦士ドラマ CD2 一方あの頃劇場ターゲット2に13回から15回まではグレネーダー微笑みの戦士リロードファンディスク特典 CD に収録されているポニーキャニオンより発売音楽 CD と同じくポニーキャニオンより発売 レンタル DVD でも発売。発売元は株式会社ポニーキャニオン。グレネーダー微笑みの戦士に関するカテゴリー。ありがとうございます。